はい、ブレイクは、レイズ選手が取りましたけど、都市川プログラムでレイズ選手のブレイクというのは、そうですね、海外の選手から比べると比較的パワーがあまりある方じゃないんですけどもね、はい、テクニックで勝負という選手ですからね、はい、いきなりのスクラッブレイクスクラッチからイモネ選手です。この配置的にはどうですかね。そうですね、まあ、フリーボールですし球も減ってますから難しい配置はないですね。まあ、スッとあると思います。この3ボールの振りだけですからね、はい。まあ、特設会場、まあ、サララ社ということでかなりちょっと金を使う部分が多いと思うんですけど、そうこういう時のその心境と、まあね、この辺りまで勝ち進んでる2人ですからね、まあ、当然テーブルコンディションももう読めてるでしょうし、あとはやっぱりね、ナインボール特に運がね左右するんでね、やっぱりその不運な時にでもいかに辛抱して自分のもんにするかですよね。まあ、この配置的にはもうほとんど問題はないように見えるんですが、この時のコンディションでどのテーブルコンディションは結構いい方だった。そうですね、まあ、転びも落ち着いてますしね、まあ、よく言えば少しポケットがね、海外のブランジックテーブルに比べると少しポケットが甘いというのは僕は感じましたけどね、はい。と言ってる間にも今の選手のこの今の当て前っていう部分とかにはかなり、そうですね、あのフリーだとね、結構楽にああいう形に8ボールをねポケットへ近づけるという形で簡単にできるようなフリーだったんですけどね、はい。はい、イモネ選手が取って1対0。このイモネ選手のブレイクはどう、この仕事、そうですね、彼もね、ストロークの割にブレイクはねそんなに強い方じゃないんですよね、一見ねすごく強いように見えるんですけどね、あ、これは結構当たってましたよね、このブレイクの仕事って、まあ、西で言えば亀橋プロとか東で言えば田中プロみたいな仕事をたくさんするっていう何かいいことがある。そうですね、まあ、僕はあんまりねストローク数多くする方じゃないんでね、ああいう早くストロークできない方なんでね、まあ、相当ブレイクばっかり練習してるんじゃないですか、出ないとあんだけやると疲れますもんね今のコーナーバンクは狙いなんですか。そうですね、まあキスインですか、受けがかなり広いと見ていったと思うんですけどね、はい、さっきも言ったようにポケットがね少し甘い、これだったら入るという読みがあったと思うんですけどね、はい。まあ、今の一発でこれも配置的にほとんど多分問題がないと思うんですが、そうですね、まあほぼ終わってしまいますねこれでね。まあでもあのワンボールをねずっとああいうふうに攻撃できる、あこへ走らせる自信がね彼のやっぱりねいいところだと思うんですけどね、はい。まあ、都市川プロもかなりレイズさん、スネイズ選手の試合は見てきていると思うんですが、なんか変わったなっていうところっていうのがあるんですけど、最近ちょっと変わった。そうですね、まあ、特にはないんですけど、やっぱり彼ね、フォローショット、まあ、ドローボールも特にそうですけど、すべてのて手玉のコントロールがね、まあ、僕らでもこれ分かりやすいですけどね、その振りとかね、やっぱり人間らしい。こうそうした方が簡単だよっていう風な方法で取ってくれますけどね、やっぱりテーブルコンディションに応じた振り作りとかね。ということで、ブレイクナッシングから、裏マスという形になりましたけども、これで1対1と。ちょっとこうレイズ選手首かしげるシーンが多いように思うんですけど、なんかあるんでしょう。最近ああいうシーンを見かけるんですけどね、まあ、どこが気にならないのか分かりませんけど、まあ、本人にとって少し違うなと思う手玉の動きやったんじゃないですか。はい、
海外の選手から見て、その日本のビリヤードこのテーブルコンディションというのはどうなんですか。そうですね、まあ比較的この全日本選手権ね、現在の選手権のテーブルクロスは転びとしては、まあ、海外とねあんまり変わらないんですけどね、まあポケットはね少しオープニングがね少し広いですよね、うん、僕も何回か向こうでね球を置いてこう調べてみたりしてるんですけどね、やっぱその分で向こうの選手はこっち来る方が攻撃は楽でしょうけど怖さもあるんでしょうね。さあこれ攻めにでバンクで行きましたけど、今のはトシカプロでしたらどう？そうですね、まあスリーボールがね遠いですからね、でもナイスですね、遠いともなかなかスッといけないですけどね、はい、今の3番から4番の出しなんかでも押しが入って逆が入ってのコースを選ぶっていう部分は、うん、やはりトシカプロもいい形のイメージを、まあまあ逆と言ってもね、まあ少しですけどね、それよりも今は4ボールから5ボールね、スッとね、あの配置からこの形になるんですからね、振りに持っていく、はいはい、とても難しい球からのスタートとは思えないですよね、はい、同じようにとってもやっぱりスピードが違いますからね、僕らとね、うん、僕らはこのスピードではつけないですからね、特にね、バンク行った時のやっぱり率が違いますよね、自信というかね、うん、すごいですよね。さあ2対1から、エフレン選手、今日はブレイクスクラッチがちょっと目立つんですけど、今のはちょっとね不運ですよね、うん、2回蹴られてスクラッチしてるもんでね、うん、本人も手を挙げてましたもんねこれですよね、ナインボールのね怖いところは、ここからまたたった一つのミスになってしまうんでしょうね、あっから展開が変わりますからね、あのまま行ってしまうともうエフレンリードのままで走ってまいそうなパターンになるんですけどもね、まあ、こうなるとまた全然わかんないですよね、こんだけ散らばってしまえばもう問題、そうですね、もう配置的にはこれ問題ないですね、はい、やっぱり手玉がねこうタンクッションとタンクッションへ行ったり来たりするような配置っていうのが一番難しいですからね、うん、これはもう球のねこう流れ的にこうポジションがそんなにねミスしてもリカバリーしやすい配置ですからね、はい、このビリヤードってやはりお国柄という言い方が変なんですが、やっぱり出るもんなんでしょうかね、そういう特徴、国柄特徴みたいな、まあ取る方とかは僕らはあんまり分かんないですけど、まあ当然一番出てくるのはフォームというかストロークというかね、やっぱりまあヨーロッパ、アメリカ、フィリピン、日本、全て違いますもんね、やっぱり姿勢の高さとかね、ストロークのスピードとか、同じ日本人同士もね特徴あるのにね、海外の選手になると特に違いますよね、はい、今こういうボールでもしっかり要球を立てて入れるっていう部分はやっぱ難しいですね。そうですね、もう手玉に無理できないですからね、コントロールにねやっぱ入れる方に走らないといけないですからね、ちょっと弱かったですけど、まあ問題ないでしょう。こういうシーソーゲームになった時の心境っていうか、セミファイナルでこうシーソーゲームになった時の心境ってどうなんですか。そうですね、まあブレイク勝負になってくるんじゃないですか、こうなると、やはり追いかけてるものが有利、リードしてるものが有利、僕はやっぱりリードしてる方がね、気持ち的に、まあね、追いかけていく方っていうのはかなりの大差からね
追っていって相手に急に握らせない状態で追っていくとやっぱ相手もねヒヤヒヤしますけどね、うん、まあ、何回もね使わせてもらうとそんなにみんなミスしないですからね、うん、やっぱり5マスぐらい球持たせてもらえないとね、パッとこういい球が来てもね配置によっては取れない時もありますからね、うん、さあこれはサイドバンクですね。おナイスですね。サイドバンク行ってまだ飛ばしないですよね、うん、かなりこう意識して攻めてるんですよね。なんかそういうんじゃない。そうですね、もうあのエフレットやるときにはね、守り合いになると不利ですからね、うん、やっぱり行ってポジション出る球であれば行こうという気持ちがあるんじゃないですか、うん、ちょっと強かったんですかね、うん、まあ、実際攻撃ではねそんなに差がないですからね、このテーブルコンディションと、うん、ちょっとまっすぐにしすぎた。まあ、セブンボールがポケットの 前ですからあんまり、うん、ただ少しナインボールが気になるのかな、うん、振るには横流し、はい、と引けすぎたんでしょうかね、うん、どうなんでしょう。ということで、イモネン選手が3対2とリードしてる。うん、これはにも2番はこれも配置的にはどうでしょうか。そうですね、まあ、ただ4ボールがね向こうにねちょっと離れてるもんで、うん、まあ、3ボールの厚みさえそんなに厚くならなければ大丈夫じゃないですか、まあ、あんまり引かないでしょ。だからこれも、まあ、この4ボールのポジションだけですよね。これは引き回すんですかね。ツークッションで行くんじゃないですか。サイドの手前から今9で刺しましたけどね、スリーポイントぐらいのところに落としてツークッションでしょうね。はい、あ、ちょっと弱かったですね。ちょっと振りがきつくなって、少し入る側思ったよりも厚かったかもしれないですね、はい、あれだけなんですけどね、このコントロールさえできればもうこの8だったら終わってまうんですけどね。攻撃に行ってるみたいですね。今のも忘れるほど薄くないですよね。いや、結構薄い球ですよ、うんうん、まあでもね、あんまり簡単とはね、まあ、中途半端な球が残ってますよね。回すんですね。ね、エフレンなんかはもうまず手玉が全部つける手玉ですか、クッション際じゃない球であればほぼミスしないですからね、うん、もう何かしてくれますからね、攻撃できなければこうね、選球がね、はい、彼のような力があるんですよね、はい、なかなかブレイクがね、いい配置にならないですね、俺の場合ね、バンクからスタートとかね。これはもうセーフティーのコーナーバンク、うーん、そうですね、ここからだとちょっと見にくいんですが、
まあ、セーフティーですよね。まあ、エブレン選手もあのクッションセーフティーっていうのも得意だと思うんですけど、はい、これは直接見えてそうですね。クッションから一番 上に当てて流しみたいなのはダメなんですか？手玉厚い目に当てないと手玉引けないもんでね、スクラッチの危険もあるし、あ、で少し厚い分だけワンクッションで8ボールに当たってもたんですよね。本人は8ボールかわすつもりだったんですけどね。今のキスイは狙えるの？あ、だと思います。もう配置的にも2ボールがそこですからね、はい、少しね4ボールがまたキャノンショットで行くんじゃないですか。これ難しいところ行きましょうね。でもちょうどキャノンのレキスト来ますよね。うん、結構薄そうですけどもね、はい、うん、ナイスですね。早いですね、この2人がつくとね。そうですね、テンポがかなりいいですよね。はいはい、そんなに簡単な配置ばかりじゃないんですけどね。ああいうスクラッチをこう回避できる、まあもちろん力加減はね、トシカプロは得意ですけど、うん、まあ、今のドマンが多分厚み的にしっかり引いてもあそこしか落ちないかったと思うんですよ、うん、今の球の突っ込み見るとね、はい、もうこの辺の振り加減とかももうバッチリですね、はい、引いてますね。こういう場合ね、引いてこちらに出すのと押してこちらに出すのとはどう、引いた方がなんかあれがあるみたいな、リスクがあるような思うんですけど。いや、そんなことない。先玉のねスピードにもよりますし、コンディション的にそんなに突っ込まなくてもね、打者が新しいもんでね。ただあとはひねりがちょっと噛みにくいので、うまくつかないと2クッション目にね、チョークションに落ちないですからね、はい。終始、今の選手が先にリードするという感じなんですけども、この辺の FN 選手の心境としてはまだ余裕がある。まあ余裕とまではいかないですけど、まあ、まだね序盤ですからね、まあ、ただ少し展開的にはねあまりまだいいとは言えないですけどね、うん、あ、いけてたんですよね。あ、薄かったんですね、ちょっと薄く入っちゃった。ああ、ここね、ちょっと聞きたいんですけども、前クッションからね、はい、行ったら自然に2番に出る配置に走ると思うんですけど、白球は、はい、これ今の選手は、いや、これ間がなかったんじゃないですか。あ、そうなんですか。はいはい、ここから見ると前クッションが通りそうに見えるんですけど、もし前クッション通してもワンボールに対して薄いんじゃないですか。はい、ということで今のクッションで正解。そうですね、まあ判断は人それぞれ違いますけどね、思い切って言ってますよね。またですね、せっかくのワンボールがね。きっちり9番の裏にセーフティー。そうですね、クッションセーフティーっていうのはトシカプロの場合は何パーセントその位置に当てられないといかないんですか。いや結構もう運勢みたいなとこありますよ。うん、やっぱりねピンポイントで当てに行くっていう部分じゃないですか。いや、もうそれはそのクッションにね近ければね狙ってできる球もありますけど、やっぱ離れてるとね
あの手玉がクッショナーだったからやっぱ変化が大きいですからね、うん、なかなかスピード感もうまいこと合わせられし、られないしね、うんうん、まあエフレンなんかはね、うん、そこまで呼んでるんでしょうけどね、うん、結構僕なんかはもうアバウトですけどね。そう、はいはい、そういうふうには見えないんですけど、いやなかなか思っててもね、結局狙った当て前もねかなりセーフティーにはなりやすいんですけど、力加減っていうのが一番大きいですよね。ああなるほどね、うん、さあ、まあ、これは全然問題ない。はい、問題ないですね。さあこの配置で一番がどう見えてるか見えてないかというところなんですけども、うん、この年川プロの攻め方は、いやここからだと少しちょっとねワンボールが、はいはい、いけてるんでしょうか。いけてたとしてもツーボールのポジションは難しそうですよね。セブンボールにキスインてるんじゃないですかこれ、もしかすればね、うん、ナイスですね。直接見えてなかったんだよね、ワンボールがね、はい、このエフレン選手のああいう薄く見越して入れるヘノジとかもうまいですよね。そうですね、うん、あのスピードでなかなかつけないんですけどね、少し入りが薄かったですね。今のも逆入れてぼかすというんですか、はい、でもこの4ボールから5も振りがね合わすの難しいと思いますよ。4ボールがかなり熱い球なんでね、どうしても良くなってしまいますね、こういうふうにね。逆振りですけど、そうですね、今のフォーボールからもあれ以上はちょっと難しいですよね、うん、こういう場合はどういう風になるんですか。横流し、そうですね、ワンクッションで引くんじゃないですか。あ、直接引きましたね、球がかなり熱かったんですよね。ドンピシャですね、うん、でも良すぎましたね、また真っ直ぐ、真っ直ぐなんですね。となると今度は引き加減が難しくなる。そうですね、こういう場合はこうちょっとこうちびらないようにしっかりと引いた方が、うん、そうですね、その引きすぎるとスクラッチが怖いとかいろいろそういう部分がある、うん、その振りにもよりますしね、うんうん、まあ、自分がどんだけねこの振りまでだったら自信持ってまっすぐ引けるとかとその判断次第ですよね、本人のね、はい。ああいうところ、ああいうところはアマチュアにちょっと真似できない部分ですね、うん、さあ、シーソーゲームになってきました。エフレン選手のブレイクです。1番も見えてるし、この配置はどうですか。うん、そうですね、でも1番はいいんですけど1から2がね結構難しいですもんね、うんうん、今狙って9で刺した通りに球に当たりましたね。これは見えてるんですね。もう
ワンボールをつく前に、ね、9で刺しましたからね、そこでね。当て前絶妙ですね、もう。はい、キャメルツアーで一度当たってるんです。そうですね、はい、敗者戦でしたけどね。あ、敗者戦ね。はいはい。これもまた珍しいですね。はいはいはい。いや、エフレンがね、勝者戦で高橋プロに負けて落ちてきて、まさか敗者戦で、それも賞金の取り合いで当たりましたからね。まあ大変でしたよ。たまたま勝たせてもらいましたけどね。まあ、トシカプロが、まあ、ビリヤード始めた頃から、まあ、エフレン選手は多分、ね、もう現役でバリバリやってたと思うんですけど、はい、なんかそういう憧れっていうか、十分の選手じゃないんですかね。そうですね、僕が始めた頃にはね、まだエフレン選手とかそうね、今あるトーナメントみたいにしょっちゅうこっちへ来たりしてなかったもんでね、あんまり見たことなかったんですけどね、はい、僕がある程度プロになる少し前ぐらいですか、日本に来て僕が実際に目の前で見たのはね、はい。やっぱ当たってみてどうですか、手強いですか。やっぱりね、守り合いすると怖いな思いますね、さあ4-6でこの辺からエンジンがかかってくると思うんですけど、レイズ選手としては走り切りたいカウントですよね。そうですね、まあでもこれブレイクはね結構いい当たりしてるんですけど、配置がどうしてもね、はい、悪く。さあこの球をですね9で刺すんですけど、ここをね、カラクッションで多分、いやでもこの球を当ててる部分は多分手玉の返ってくる位置を手すし、ああ、ということはマイクッションですね、これ。あ、やっぱりマイクッションですね。マイクッションからセーフティーに行ったらワンボールが入ってしまったんですね。はいはい、今のはセーフティーですか。はい、決して狙いに行ってるわけですね。そうです、まあ、でも結果的にね、次2番ですからね、入っても問題ないと。まあ、ああいうセーフティーの発想がすごいですよね。なかなかパッとあの短い時間でひらめかないですけどね。はい、さあこうなるとイモネン選手はスリクションですか。スリー回しでセブン、セブン入りましたね。はいはい。今のを当てるだけの、そうですね、はい。ああいうのはやっぱり本人に聞いてみないと分かんないですね、どう狙ったのかいうのは。はいはい、もうこうなれば配置的には問題ない、問題ないですね。はい、8ボールの振りだけですね。なかなか走らせてくれませんね。うん、やっぱりね、あの2ボールのクッションの思いっきりが良かったですね。まあ、この2人がつくとセーフティー合戦になってもね、ゲームの進行が早いですよね。
1位になったみたいですね。はい、これは2番はサイド出しになるんですかね。もし8ボールの裏抜けるんであればコーナー行くじゃないですか。あ、スローでサイド行きました。あ、スローで8ボールは、ね、はい、こうなっちゃうとでも次はしっかりついて4番サイド出しになるんですね。そうですね、少し弱いかな、見えてるのかな。いや、弱かったですね。弱かったですね。今のはやっぱり2番のネキストミスという、でもないんでしょうけどね。あのワンボール強くついてしまうと8ボールに触ってしまいそうなんでね。はい、なかなかいい球は残りませんね。やはりトシカプロもネキストは薄めに出す、要は白球を走らせる部分もどちらかといえば、いえそんなこともないんですけどね、まあ配置によって違うんですけどね。はい、あ、これはセーフティーですか。うまいですよね。これもあるのかないのか微妙な、はい、これはカーブをかけるとかそういう安易な考えはダメなんでしょうかね。うん、いやクッションにといえばですね、ツークッションで下から当てるんじゃないですか。これああ本人思ってるより薄かったですね多分ね。こうなると問題ないですよね。うん、問題ないですね。はい、あの4番を回した時点でもこの選手の場合はダメですよね。うん、そうですね。まあ4ボール5ボールとね、やっぱり4ボールはやっぱり先球の方に力入ってますよね。コントロールはね、5が穴前なもんでね。もう完璧ですね。はい、さあ2つリードでレイズ選手のブレイクですけど、今日はどうも今一つブレイクがあれですね。そうですね、なかなかね、ワンボールがいい球にならないですよね。こういう時に例えばトシカプロでしたら どうするという言い方は変なんですけど、何かこう気持ち的にリセットしたいとか、なんかそういうケアの部分ってあるんですかね、試合中に。いや僕はあんまりね、あんまり何も考えてないもんね。はい、まああんまりね、ブレイク終わって入ってもいい球になれへんかったらね、やっぱりついてないなと思うぐらいでね。さあこのボールはセーフティーですね、ワンボールに厚かてて、これは見えてる、でもかなりつきにくいですからね。そんな簡単に張るところじゃないですもんね。この11セットマッチの場合のこの2つリードっていう具合は一番どうですかね、気持ち的には。2つぐらいじゃもうね、本人らもリードしてるうちにも入ってないじゃないですか。はいはい、もう彼らになるとね、リードがどうとかよりも
自分がどんだけ先ゴールに達するかですからね、はい、僕らでも実際そうですけどね、まあ、3つ4つのリードなんてワンチャンスで終わりますからね、はい、相手の点数よりも自分のスコアですよね。まあ昨年の昨年去年一昨年の世界選手権ですか、あの、はい、セミファイナルで高橋プロと、はい、あの時やっぱりこう海外で日本人同士するっていう試合とやっぱり例えばインモネン選手も要は海外、要は海外、ここは日本は海外だと思うんですけど、はいはいはい、どうなんでしょう、気持ち的にやりやすいものなんですか、やりにくいものなんですか。あんまり気にしてないと思うんですけど、僕なんかでもあんまり海外行ってもね、日本でもあんまり来ないしないですけどね、ただどちらかというと僕らも海外行く方が、あの、なんていうんですか、つきやすいのはつきやすいですけどね。あ、つきやすい、うん、当然日本の方がね、声援も予算あるしね、いいと思うんですけど、また海外行くと違う気の入り方するんでね。知らせてくれない今の選手ですけどね。さあここは一つランナーアウトで逃げたいところなんですが、うん、まあツーボールはねいけるんですが、スリーボールのポジションが難しいですね。どうするんでしょうね。ファイブボールがいないとね、なんとかなるんですけどね、はい、逆で押し抜いてるっていうか、そんな安易な考えはダメなんですね。うん、ここからちょっと厚みが分かりにくいんですが、ファイブに当たるんじゃないですか、これね、この結果なんでしょう、うん、あのスクラッチはね、ついてないですけどね、はい、ファイブに2回キスしましたからね、はいはい、うん、1回当てて直接ワンクッションで出す予定だったんですけどね、はい、やっぱ自分の走らしたい、ね、手玉のラインに障害物が、ね、いてるとやっぱり普段、ね、ポケットするのと違うところをつかなあかんからね、結構、うん、難しくなりますよね。まあ、日本の、まあ、ビリヤードファンの皆さんはやっぱり FM マジックを見たいとかね、うん、いう部分とかあると思うんですけど、こういう時って例えば FM 選手の立場として、うん、見せようかなと、見せる球をつかなあかんのかなとかいう部分はどうなんですか。いや僕から見た限りではその毎回そういうね、FM マジックとか本人も見せようと思ってなってるんじゃないと思うんですよ。たまたまそういう場面が来たからそれしか方法がないであろうと、まあ、意識して別に見せようとかそういうあれじゃないですか。ね、はいはい、やっぱり相当リードしてるとかね、はい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 、逆にもそれしか方法がないからしてるというか、わざわざそういう冒険は犯さないでしょう。やっぱりトーナメントプレイヤーですからね。勝たない意味ないからね。この配置ですけども、一番逆振ってるんですけど、こういう場合はどう？難しいですね。スリーボールにね、触ってしまうんでね、サイド行ってもね。
ナイスですね。うん、この辺はもう今のスリーボールで問題ないですよね。あと、はい、今のも怖いルートだ、ルート取りみたいに思うんですけど、シックスボールの、ね、振りがね、こういうふうに取らないとセブンサイドきれいに取れないんじゃないですか、これ、はい、その前の5番に出すみたいなのなんか怖いように思うんですけど、7番裏回しのあれでないとセブンに当てると振りが悪いですからね、で、うん、できるだけ球をかわしていかないとね。差が離れないですよね、うん、やっぱこういうサララシャの場合しっかりつかないとスキッドとかそういう部分とかもあるし、やっぱり、うん、まあ、まあスキッドはね、まあ、僕らあんまりその相当、ね、スローでつかない限りは気にしないですけどね、まあ、当然それよりもポジションが難しいですね一番ね、うん、これはもうやっぱセーフティーにいくんですよね、だと思うんですけどね、どうするんでしょうね。うん、妥当なセーフティー、そうですね、はい、さあエフレン選手は見えてるんですかね。はい、見えてるみたいですね。薄く当ててセーフティー。いや、ちょっと見てみないと分からないですね。ここからだとどれぐらい見えてるのか分からないですかね。あ、結構厚く見えてないですね。はい。セブンボールの裏へ行ったんですね。こうなるともうこの1番だけですかね。そうですね。トチカプロはこうクッション際ボールっていうのは処理の仕方は普通の突き方とは違うんですか。いや別にあんまりそんなに、はいはい、意識はしてないですね、はい、なんか奥村プロとかはなんか突き方を変えてるという噂も聞いたんですけどね、クッション際の立ち位置とかいう部分の、ああ、うん、まあ僕らもね小さい時からやってるから体が覚えてるのかあんまりそこんなこと考えてついたことないですけどね、はい、完璧ですね。このヨーロッパのプレーヤーの、まあ、ポケットの選手って珍しいってことはないと思うんですけど、少ないと思うんですけど、まあ、いや結構ヨーロッパも選手は多いですよ、はいはい、ドイツなんかでもねポケットは盛んでしょうしね、そこそこ、どちらの僕らはこうスヌーカーじゃないかなとかいうイメージがあるんですけど、うん、やっぱりイギリスのイメージありますから ね、はい、まあ、ヨーロッパの方もねレベル、ね、ハイレベルな選手も結構いてますからね、はい、
止め位置を回すんですか、うん、ですね。この競ってきて間際のこの並ぶっていう部分はどうなんですかね、戦地的に。今ついてね見てる感じではあんまり気にしてないと思うんですよね。まあここで一挙に行きたいなというぐらいですね、はい、でもブレイクがなかなかいい配置にならないですね、入ってね今パッと行きたい時なのにね。さあこれは隠れて、シュートアウトの駆け引きっていう部分は僕らはちょっと分からない世界なんで、普段シュートアウトとかではなかなかつかないんでね、なんですけど、この辺のやり取りっていうのはどう駆け引き、自分のパスされても行きやすいところに置くとか、そういう、まあ当然そうですね。だから結局、あ、そうです。だから相手とのね、なんて技量の駆け引きですよね。自分ならこうなんとかできるだろうけど相手はできないだろうとか、逆に反対もありますけどね。さもいけるようなね、ふりしてね、難しい配置に置いてね、はい、まあどうしようもない球ってありますからね。ゴリなんかでもイモネンは本当はつきたくなかったはずですよ。あ、少し、ね、ね、頭抱えてましたからね、はい、でもエフレンはいけると思っていくんですよね、うん、これ。あのはすごいですね、逆球を立てての逆球で殺して、はいはいはい、ここしかないというメディストリーが。なんかちょっと突き方はちょっとあれ、あ、反省してますけど、うん、少し薄かったですよね、はい、思ってるよね、しっかり下つけてなかったですよね。ああいうクッションの玉さばきっていうのも抜群ですね、そうですね、はい、これで完璧に問題なしですね。これで9対8と。レグ入らないですね、うまくいきませんね。入っていい形にまだなってないですもんね、ほとんどね。これほぼまっすぐの球だと思うんですけど、少し振ってるじゃないですかこれ、はいはい、手玉が横に少し、
これも配置的にはそうですね、ファイボールを右のねサイドポケットにポジションできればもう問題ないですよね、はい、ちゃんと振りを考えてますね。もうポジションをミスりようがないですよね、手玉が動かないですからね、はい、今年はプロでももちろんブレイクした瞬間に全部の球の配置を考えてはいると思うんですけど、はい、まあ、そのもちろんその通りに構想通りに行けばいいんですけど、もちろん行かない場合はあると思うんですけど、はい、何個先ぐらいまで見てついてるんですかね。いや、みんな大抵9つあったら全部見てるんじゃないですか、ね、あとはまあね、悪くても3つ4つ先は見てますよね、はい、であまり深くね先の方で考えすぎると球が出ない球が出てきますからね、はい、どうしてもこうポジションを意識してしまってっていう部分が、そうですね、アマチュアには多いと思うんですけど、はいはい、あまり構想を立ててね、こう丁寧にいきすぎるとそういうことがよくありますけどね。さあ9対9で今年選手はブレイク、これはちょっと振りきついですかね。そうですね、もう難しいです。攻めるとなればコーナーバンクですけど、まあ多分いかないでしょうね、これはね、はい、攻めてる場面ですからね、はい、で裏回しで9番の裏へ回してセーフティーと、これをエフレン選手攻めに行くんですけど、どちらプロでしたらもう見てこいショットですか。そうですね、いやでももうしゃないですもんね、ただこれもうワンボリ向かってつくしかないですもんね。今のはもう入れにいくんじゃなくて、もう白球をこっちに回してこようっていう考えだよね。いやいや、多分もう入れにいってるはずですよ。あ、もう入れにいってるんですかね、はい、でこの後ちょっとスーパーショットが出るんですけど、これを9立ててカーブで見越して、うん、ナイスですね。この場面でこれができるというのはもうすごいですよね。まあ、それよりもこの3番ですよね。今のズボン、僕はあんまりね、ああいう球はね、すごいと思っても、いや、ああいう当てもみたいなやつはね、入って別に当たり前なんですよ。当たり前って言ったらおかしいですけどね。問題はそれよりこの球なんですよね。うん、この球をと入れて取れるかどうかなんですよ。うん、ああいうツーボールを入れるのは、まあ、まあ、やだけだって言ったらおかしいですけどね。あれしかないんですから、うん、入るか入らないかだけでしょ。この今のスリーボールは勝ち負け完全に左右しますからね。それもあれを球を決めた後でしょ。嫌な振り、逆のへの字の、うん、はい、しかも4番に出るか、相場の、はい、9番に当てに行ったんですかね、あれ。いいえ、抜きに行ったと思うんですけどね、はい、まあそこまで欲を出せる球じゃないですよね、はい、あのスリーボールはね、イモネ選手にとっては痛いですよね、このセットは。そうですね。あの球取られたらでももう納得ですよね、うん、あれをこなされるとちょっと辛いものがありますね、はいはい、ね、あのセーフティーから結局、ね、あの難しいもう3回出られてね、回ってこないですからね、まあ、かなり期待はしてたと思うんですけどね、本人もね、はい、この球です。ちょっと6番がかなり浮き気味だと思うんですけど、トシカプロでしたらどうするんですか。いや、ワンボールがこれね、タッチかオープンかでね、
玉クッションしてもね、シックスが入るかどうかも違いますしね、直接見に行かないと判断できないですよね、はい、浮いてれば攻めですか。そうですね、もう行くんじゃないですか、これやっぱりね、今のやっぱり、はい、あでもセーフティーになりましたねこういうパフォーマンスも独特ですよね、はいはいレフレンの愛嬌ですね さあこれちょっとかぶり気味の当てられる、あジャンプですか。ジャンプボールですかね、はい。普通の球であれだけ飛ばす、あジャンプですね。でもこれはちょっとこういうパフォーマンスとしかあまり見られない。そうですね、今またねもうおちゃらけないタイプ、ね、今の選手がまだワンボールひっつけってね手でやってたんでしょあれで逆にやったじゃないですか、うん、そういう余裕がなせる技なんだよね。どうなんでしょうねこれ2番は塞がれてます。あ耳塞いでますね、なんかこれ嫌なコンビですよね。そうですね、シックスボールの向きがねちょっと中途半端ですかね。2度あたりで入りますね。もうこれも 3,4 コンビが、うん、配置的には難しいですよね、セブンボール、エイトボール、すべての位置がね。力加減も完璧ですね。結構でもこういうまっすぐのコンビ嫌ですよね。そうですね、まあねこうなるとまあこの浮きだとまっすぐの方が狙いやすいんですけどね、はい、こうまあ抜け姿は考えてないと思うんですけどどうなんですかね、トシカプロ、この抜け姿っていうのは。いや今のはもう全部正味入れに行ってますよ、ね、うん、抜け姿というのはもっとね難しい球を突くときにね、先球取って球が確実に離れるとかね、コンビネーションで狙うときとかね、今のなんかはもう入れに行って結果ね隠れてしまったんですね、うん、ちょっとカーブでセーフティーです。どうなんでしょうね、ちょっと判断しにくいショットだったと思うんですけど、なんか今の選手は切れてるんですか。今の配置ではどうしようもないですからね、まあ、僕だったらクッションついてますけどね。これですね、確かに7番嫌な位置なんですけど、この9番にタッチボールでね球を立てて別ショットでこれができるのかっていう部分があるんですけど、これは狙いですか。はい、多分そうだと思う。走らしないと先球が手球が綺麗に走らなかったんじゃないですか。かなり7番に厚く当たって思うんですけど、まあ本人に聞いてみないとちょっと分かんないですね、ああいう球はね。もうあれ一発でもう出来上がってしまうんですよね、はい。もうこれは問題ないですね、うん、わこれでさあこれで、ゲームセットですけどどうですかね。そうですね、やっぱりあのエフレンの9点目ですか、あのセットがすごかったですよね、はい。